どうもー、ちでーす。はい、今日はですね、つむつむからでこちらピックアップガチャを引いていきたいと思います。で、今回はですね、こちらバレンタインにぴったりな女の子つむたちが登場ということで、こちらですね、蒸気船ミニ、バレンタインミニ、バレンタインデイジー、ブライドラプンツェル、ラプンツェル、エリザベススワン、ベル、エンジェル、オーロラ姫、ナラということで、はい、まあ、バレンタインで女の子たちにちなんで、これ全部女の子のつむつむたちが今回は登場しました。はい、で最後ですね、これが引き終わるとこちらまたラストショーでスキルチケットということで、はい、狙うはもうスキルチケットだけですね、今回も他は全部持ってるので、まあレベルが上がればいいかな程度ですね。はい、じゃあ早速引いていきたいと思います。こちらですね。はい、で今回はプレミアムチケットになってるキャラクターはいないです。スキルマックスがいないので、まあ、全部入ってますね。はい、じゃあ早速引いていきましょう。はい、1回目ですね。さあ何から出るだろう。まあ、今回はね、もう何が出てもいいんだよね。おー、なるほど、バレンタインデイジーからですね、メインどころが出てきました。バレンタインにちなんだメインどころですね。はい、じゃあ次行きましょう。さあ次はなんだ。あー、なるほど、これね、蒸気船ミニ苦労したんですよね前回ピックアップで初めて登場してくれて引くことできたんですけど、通常のガチャでは蒸気船ミニは出なかったんですよ。はい、じゃあ次行きましょう。出づらかったんだよね、すごく。さあ次はなんだ。はい、エリザベススワンですね。エリザベススワンあんまり見ないね。もう実際全然出てないからね。はい、次行きます。どんどん行きましょう。おー、奈良か。お、奈良スキルアップ、レベル、スキルレベル5になりました。はい、じゃあ次行きます。さあ次は何が出る。あー、ブライドラプンツェルですね。お、スキルレベル3の 50%、 これもほとんど見ないね。はい、じゃあ次行きましょう。結構多いなはい、なるほど、オーロラ姫ですね。お、オーロラ姫もスキル5の 62%、 結構いってるね。はい、じゃあ次行きます。次は、あ、またオーロラ姫だ。連続で出ました。スキル5の 68%、 着々とスキル1に近づいてますね。はい、じゃあ次行きましょう。どんどん引いていきます。はい、ベルが出ました。おー、ベルももうちょっと、スキル5の 75%、 コイン稼ぎに最適なツムですね。はい、次行きましょう。さあ次は何でしょう。なるほど、エリザベススワンということで、こちらスキルアップレベル3になりました。はい、じゃあ次行きます。いいね、なかなか今回結構スキルアップするねお、エンジェルスキル5の 9% ですね。はい、どんどん引いていきましょう。次は、お、ベルが出ました。ベルスキル5の 80%、 あと4体出ればスキルマックスですね。はい、じゃあ次行きます。はい、ラプンツェルスキル5の 43%、 意外と女の子粒スキル高いね。なんかほとんどスキル5だ。さあ次は何でしょう。あと3体。あー、なるほど、エンジェルが先に出ました。スキル5の 14%。 はい、あと2体ですね。さあどっちが出るか。奈良が先かな。あ、こっちが先に出た。なるほど、バレンタインミニが先出ましたね。最後意表をつかれましたね。奈良が最後でラストでした。はい、最後ポンと。
はい、ならですね、スキル5の 6% になりました。はい、で、ラスト賞がこちら、スキルチケットですね。まあ、これは相変わらず、ジェダイルークに使っていきたいと思います。はい、というわけでですね、今回もピックアップガチャ完売にすることができました。また次回ですね、つむつむ何かあれば引いていきたいと思います。この動画が面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひお願いします。あと、ちーチャンネルでは、Twitter、Instagram もやってますので、フォローの方お願いします。じゃあ今回はここまで。ちーでした。いやー、バレンタインか。縁がない。